ていきます。あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの？幸運を探しに行きましょう。あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの？あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。幸運を探しに行きましょう。あちらに行ってみましょうか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 。あそこまで行かなきゃいけないの？あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。はーい、今行きます。あそこまで行かなきゃいけないの？幸運を探しに行きましょう。あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。あちらに行ってみましょうか。あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。幸運を探しに行きましょう。あそこまで行かなきゃいけないの？あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの？幸運を探しに行きましょう。移動する。幸運を探しに行きましょう。あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。はーい、幸運を探しに行きましょう。幸運を探しに行きましょう。移動する。はーい、今行きます。幸運を探しに行きましょう。はーい、今行きます。はーい、今行きます。はーい、今行きます。幸運を探しに行きましょう。はーい、今行きます。幸運を探しに行きましょう。幸運を探しに行きましょう。あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの？
入ってくれ。暑い中ご苦労だった。もうすぐ会議があるから手短に話そう。この間行ってもらったブルーウォーターアイランド、そうだ、付近で巨大な信号が見つかり、その信号がほんの少しだが移動して、海中だから波の影響を受けたり、もしくは水中にいる生命体の影響を探知をしても正体がつかめない状況だ。念のため君に確認してもらいたい。おそらく大した問題はないだろう。確認が済んだら冷たい海で涼んでくるといい。ああ、出口は一つしかなく、周りは海で囲まれた島だと聞いている。地上で一番安全な場所だと言っても過言ではないだろう。突然海から海上ラプチャーのようなものが飛び出すはずもない。それにこの間言っていただろ、ブルーウォーターアイランドにもう一度行きたいと。なるべく組織の目につかないようにしたかったのだが、え、それって上層部が休暇、今までご苦労、海に行ってカウンターズも全員連れて、上官の命令だ。荷造りをしてきます。出発はいつ？わかりました。水着を持って、あ、炭酸水もたくさん持っていかなきゃ。私も水着を持って、浮き輪も持って。ネオン、ダメだし、とにかく楽しみだよ。う、準備、海、もう連絡した、早いわね。他には誰が、
話は全部この間だいたそうですね。でもドキドキしますね今回も。あ、多いわね。この間言った違う。そうです。どうしてよろ。なるほど。じゃあメンバーは。え、一体どう入ってもいい？急いだつもりだけど連絡ありがとう。海中で見つかった。ついに正式な。そうでしょ。ん、何か問題だ。それはどう。そ、でも関係ないわ。大事なのは私たちだから。いい。ここにはボトルキャップあるかな。パパッと装填するわ。装填が必要だ。この手錠甘く見ると痛い目に遭うわ。ついに脱出よ。任務完了。みんなここにいたのね。ヘルムさん。やっほー。いい知らせがある。なんでそんなに。まるでみんなで海に。その通りよ。え、うん、上からの正式な。ついにアンカーさん、ついにヘルムさんがおか…うん、ずっと海…まいったな。ふざけたこと言わ…バーニンガム…こうしてみると普段と変わらないような。バーニンガムさんなら執務室じゃないですか。じゃあ行きましょう。ついてきて。え、説明くらいしてほしいっす。待って。誰？ヘルムです。はい。突然申し訳。大丈夫だ。君が来た。それで。地上の海を捜索する任務を。さっきの話。そうみ。それで。私も海で異常信号。任務自体は簡単。万が一に備えて。あ、うん。わ、悪い。はい。どうして。一瞬すでにパー。おそらく。ま、だから二人ともアドマ。うん。それに。しかし、どんな状況が。ですから。もし、維持費用さえ賄えな。それに、どう見ても海で遊ばせるための。私たちには。しかし海上ラプチャーはそ、何をきっかけ。だがここ。君の気持ちも、私の立場も。わかりました。無理なお願いをして。失礼します。ヘルムさん。ヘルム。行きましょう。また血の雨が降りそうだ。お一人様、ハイさんなら。大変なことになるところだった。
が敏感で暗さとかめちゃくちゃ痛いね。また勝ってしまった。なるべく組織の目につかないようにしたかったのだが。戦場パーティーまでまだ私たちもだいぶ腕が上がったんじゃないですか。誇り、そうだ、すごいと。そうね、まさかもう準備を終える。二人ともご苦労。はい、私たちの、それはどう。戦場パーティーは任務のスケジュールは分かんないだから、安心して行ってきてください。イージス部隊は一度も一緒に海に出たことがないわ。それにいつどんな形で戦うことになるかわからない。私はあなたたちに海に出てもっといろんな体験をしてほしいの。だから任務はマストとアンカーが言ってきた。ヘルム、入場するお客さんのチケットも全部チェックしなきゃいけないし。料理やドリッパーティーが終わるたびに掃除もし、お客さんがやることが、やってみる。普段はまあそれがヘルムさんの魅力だけどさ、今回が正式に海に出る初めての任務。そうよ、初めてなら2回目もあるっすよね。ありえるよ。今回のことがきっかけだ。私たちヘルムがアドマイヤー、そうすればアドマイヤー号への寄付金もとかとか。だからここは私、次はきっと。分かったわ、二人の分まで次の任務に。アイスさー、行ってくるわ。カウンターズ集合し、セラフィ、うちも来たで。イージス部隊集合完了。そうなの？ついにイージス。そうですね、イージス部隊こそ今回の任務にぴったりじゃないですか。戦場パーティーのせいでどうしようもなかったの。なるほどね。やっほー、海だ海だ。アニス、当然でしょ。この間はな、島で頼む。正直着いたらおすオーケー、行く。プリム、うちが作っ、あら、こ、内緒や。島に楽しみですね。緊張感がまる、そう、行きましょう。対象発見、攻撃開始。ババケンするわ。こんなんが緊張のおままごとちゃう。
そこにすごく大きな岩があるんですが、大波が迫ってく。だからその上に。じゃあ水神ね、水神アリス。なかなかいいか。くプリムったら。わあ、起きてるけど。そうかしら、雰囲気を壊っ。三人でもちろん。こういう時は私たちは。まあアンダーソンだ。そうでしょ、指揮官。ほら、それに私たちがテンション上が。おお、もしかして海に来てから火力と水。悪いけどその点は力になれそうにない。ごめんなさい。そうですか、水力マスター。目標地点まで島の近くにデコイを設置。ネオン手伝って。わかりました。あ、海はいつ見。本当に。ああ、あそこに見える。そうよ、一週間ごとに道が。道が開かれる。じゃあ島と陸地をつなぐこの道。うん、それでこの間指揮官様とみんながこの島。ほんと呆れちゃった。今は道が開かれたば。この間は知らなかった。そう、マストが見たら喜。設置完了。この島は縛り絶対や。はい、唯一の道にはデコイを設置。ラジャ、久しぶりですね。リターが作ってくれた別荘もそのままです。丈夫に作ったんじゃ、当たり前じゃ。私たちの診療所もそのままですね。そうですね、やっぱり素敵です。私、いつの間に水着に着替えたの。楽そうでいいわね。アニス、ネオンと一緒に荷ほどきをお願い。私たちは信号を確認してくるから。オッケー。ペッパー、私たちも診療所の整理をしておきましょうか。服も着替えないと。はい先輩。ヘルム、海側の信号の確認を手伝ってくれ。海に関しては私たちより詳しいと思うから。もちろんよ。ありがとう。では指揮官、行きましょう。え、何もありません。おかしな音も当然ですが、うん、何も感じない。水着に水中なら。ではひとまず別荘に戻りましょう。あれ、お早かったわね。何か見。いいえ、念のため私の荷物。うん、水着に着が。え、寄付品の中泳ぐこともあるかと思って。うん、私もそ。アニスはどう。そりゃ海といえば。もったいぶってたらこの間着られなかった。じゃあ水属性に変化はいいでしょう。着替え終わったならどいて。おお、ヘルムも一緒に入って。え、いや、水着って早く入って。早く脱いで。もう自分でやるから。こんなゆるゆるにし。ギュッともさ、きつすぎるような。それはあな。それにしても寄付品誰からもらったか。変なこと言う。待って、これは絶対。いや、私の勝手。声だけのってお全部買う。ちゃっちゃすごいでしょ、万全の準備。ヘルムは照れ。そんな残念。私にいい。何の話。別に。着替え終わったなら。そう、ちょっとラッピー、何しれっと逃げよう。あなたも。
しまった。なるべく組織の目につかないようにしたかったのだが。私は使えそうなものがない。うちもやることあるから。私とペッパーは、私は海に入って、私たちも手伝って。泳げない。そう、お役に立て。そうしてくれると助かる。それに、そうですね、遊びにはそうね。じゃあ、ええ、冷たい水がここで。そうすれば次こそアドマイヤー号。この音は少し時間がかかりすぎている。私もよくわか、深くまで潜った。大丈夫でしょ、ヘルムはイージス。ヘルム出てきた。少し泳ぎすぎて疲れただけ。何もなかったよ。ええ、でもみんな何か振動音のような。え、ここでは何も聞く。私も、私も。そう、わかったわ。では今回の任務は5時。やっぱり急に海で信号なん。とにかく次の任務があるの。もちろん海で行う。どんな任務なの。ズバリ楽しく遊ぶこと。上層部も許可したこと。出口にはデコイも設置してありますし、遊びましょう。なんでそんなに。えい、水かけちゃえ。あ、ちょっと、アニス。かわいい水着を隠そうか。機関、私は、はい、この島のが、私はいくら上層部が許可し、何も見つけられなかったけど、不安な状況で遊ぶよりは。指揮官様、師匠、私たち帰るにしても。そうよ、あなただって。それに泳がない。もちろん深いところにいる。いいえ、私はちょっとつ、ヘルム、何かいいよ。はい、安いで、安いで。地上でしか味わえへん。お値段は、お、ずいぶん荷物が多いと。あれだわ、行くわよね。はい、今から料理をするの。探しに行きましょう。あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの。
あちらに行ってみましょうか。幸運を探しに行きましょう。あそこまで行かなきゃいけないの？幸運を探しに行きましょう。移動する。はーい、今行きます。あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。みんなで遊び、いくらなんでもひどすぎな。私たちが美味しく料理してあげるから。料理ですか？うん、島に来た時から目をつけてたものがある。あー、はーい、アニスとネオ。ほら、なんで私が。ネオ、火力のプロ。バーベキューは繊細な火加減で焼かなきゃいけない。そうですか。海の前で火を。あ、これはアニス、美味しく焼いてみせ。了解。ほら、みんな、こうちの泣き言はそれか。もった、うん、なんちゅう。え、美味しく、めっちゃうま。ネオン、静かにして。現在の温度。あら、私はお肉多めで。はいはい、火力のシェフ。匂い、眠。ボルトの分も。すごいわ、こんなに。仕方ない。ネオ。はい。よく焼けてるよ。まさか。違う。ほら、やっぱり。行くわよ、ヘルムに最高のバーベキューを味わわせるの。たまに起きる。本当に私にどう考えても。何一人で。あ、アニスタ、これは。え、ほん、すごい集中。さっきからおかしな振動音が。え、だ、ええ、そう。じゃあアニス。ありがとう。でもどうして。まあいいから、とっつっか。どう、おいしいでしょ。とてもおいしいわ。初めて食べる味ね。ヘルム、二人も一緒に。こんな想像。そうだ、気負いすぎじゃない。でも、ど、海に関する橋だから、少なくとも私にとっては。それなのに何の収穫も得られないし、みんなは楽しそうに見えるし、マストとアンカーが。まあ確かにちょっと変よね。すごく大きな、そのレベルなら。そうよ、でも何も見つけられなかった。どうしてかしら。もし想像したくない。確認する方法ってないの？水上観測リアルタイムで。そんなのか。マイティ、あ、リターがいるじゃない。早く聞いてみましょう。リアルタイムで。作れんことは。しかし、どんな素材なの？ GPS。 はい、どうぞ。私ももう一本いただきます。どうぞ。あっという間にバービー。ある。 GPS 受信機ならたくさんあるわ。
みんな携帯。ほう、賢い。確かに当然も。でも任務のためにリアルタイムで位置を把握できる。でも GPS 受信機が必要らしいの。私たちの携帯を分解しなきゃいけないわ。さっきの任務、怪しいところだから。じゃあ、いや、一番 GP。 え、どうして。陸地なら敵、念のた。ま、待ってよ。みんな携帯を出すのじゃ。マジ？みんな。私は医療機器には目が。私のはそれなりにし。それに、そうですよ、アニスはおかぐ。じゃあ決まりね。本当には嘘でしょ。携帯変えてから。それにここ、よし、リタ、中のデータは消えないわよね。もちろんじゃ。分解しても残りの部品は。急なことだ。任務に必要な。でも条件。観測機が待ってる間することもないで。自分だけ楽しめないっていうのはよくわかるけどね。ずっと塞ぎ込んでる人がいたらこっちも気になるのよ。一緒に遊びましょ。わかっ、やったー。じゃあ私、早ければ今晩、遅くとも明日中には。本当に名勝負で。これくらいなんてことないわ。いつも私がしてるトレーニングに比べ。明日は絶。でも明日か。あの観測機が完成したら確認して何の問題もなければす。ほう、いい。あ、ヘル、さっきから聞こえてる。今も聞こえるなら。いいえ、今は聞こえないわ。嘘じゃないわよね。本当よ。遊んでたら落ち着いた。それならいいけど。心配しないで。あ、それからちょっとマストに連絡してくるわ。了解。じゃあさ、私とペット、うちももうちょい海見てくるわ。うん、じゃあ私なんか憎たら。私たち砂まみ。ダメ、早い者勝ち。じゃあ私が2番で。ずるいわよ、ネオ。いっそみんなで浴びるのは。いやよ。じゃあ正々堂々とじゃんけんで決めるのは。嫌です。早い者勝ち。もう仕方ないわね。
みんな先に浴びてていいわよ。私は外で海を見ながら炭酸水でも飲んでるから。やった。うん、一人だとちょっと退屈ね。誰か一緒に行ってくれる人いないかな。ほんと空気読めないわね。指揮官様、今シャワー浴びないなら私の番が来たら教えて。はーい。はあ、指揮官様、ちょうど日が沈む。最高のタイミングね。冷たい海って最…全然まだまだよ。飽きるまで楽しんで。だからヘルムも心配ばっ。さっきは楽しそうにしてた。相変わらず思いつ…ヘルムの生きる理由かつ素敵だわ。指揮官様も知ってる。だからかな。ただこうして海にいる。誰よりもこの海を大切に思って。指揮官様、ヘルムがあそこまでする理…まあ正解でもないと思う。ヘルムはこの海より。でもすごく焦ってるみたい。言える時が。でもまあそれはそれで嬉しい。そうね、指揮官様とヘルムのことダダをこねてるのかなって。そんなに心配しないで。指揮官様は。そうね、もしこのも…え、急にこれも全部炭酸水も飲み終わって、シャワーの順番も。どこにいるの。あヘルム。任務完了。マスト、現在の状況は？本当にびっくりする。何かあったの？それが驚くくらい。ああ。ここは心配いらないっすよ。パーティーは順調に進ん、なぜか集金の。そう、よかったわ。そっちはどうすか。何の痕跡も。お、それはよかった。じゃあみんなで。まさか頑固に。あ、いいえ、楽しく過ごして。じゃあその表、あ、まず二人を置いてって感じすか。それとも何も見つけら。こっちかな。マスト、正直、せっかく行ったんだから。本当に期待してない。私は、私たちが一緒に海に行く瞬間をずっと楽しみにして夢見てきたの。せっかく手にしたチャンスなの。何の成果もなく帰ってしまったら私たちは。いくらなんでもそん。ヘルム、ここにいたの。何よ、二人で秘密の話でもしてたの。タイミング悪かった。いいえ。そう、シャワーの順番を決めたんだけど、ヘルム抜きで決めちゃったのよ。一番最後になり。それとも。構わないわ、今はシャワーなんてどうでもいい。みんなが浴び終わるまでリターもずっと作業してるから。二人
二人は死んで、じゃあわからないはず。私が今どんな気持ちな、無理に共感する。心配しないで。先に戻って。ヘル、一体何が、海上ラプチャーは存在する。何を聞く、それに今はみんなこんな状況。海上ラ、ヘルム、もしかして。何言ってるの、私はただ。だから、海上ラプチャーのコン、いえ、そういうわけじゃ、私。ヘルム、よっ、た、どうしたの、そんなに走った。完成したのね、私の携帯。当然じゃ、いや、この信号、これ、そうじゃ、信号が動いて、すぐ後ろね、確認してくるわ。ちょっと、指揮官様、やれ、年寄りをいたわるってこと、まずのじゃ。みんな怖い顔してるね。パパッと凍結するわ。リロード。装填中よ。サクサバビンカーでクラパケがある。ついに脱出よ。運極の合体技を受けてみたまえ。ここにもルート作っとかなきゃ。ヘルム、どう見ても信号から距離があるから。なんでそんな、何のこれよ、一日中聞こえていた振動。え、こんな音が一日中、待って、よくし、みんな逃げて、みんな大丈夫、私もクラーケン、嘘、島、ラプチャ消えた。とりあえず時間、指揮官、どこですか。師匠、指揮官、いました。よかった、振動音を聞いて。めっちゃ嫌な、何やった、やっぱり、うん、地震じゃなくて。え、とりあえずここは海辺側だから。そうね。あれ、ヘルム、いいえ、どこがよ、片足をひ、メアリー、ヘルムが足、戻ったら見てや。あら、そこまでしない、いから早く、あ、いや、ゆっくり歩いて。幸い、ひどく損傷した部分もあり、でも今はあまり動かない方がいいですね。情けない姿を見せてごめんなさい。ここで泳げるのは私だけだから、もっとし、分かったなら、これからは突っ走らないでじっとしてて。アニス、患者さんにその言い方はないですよ。体を酷使し、まあそれはひとまず置いといて。結局確かではない、クラーケンと、クラー、それに初めて聞、当然よ、クラーケンが最後に発見されたのはもう100年も前のことだから。昔は海のブラックホールと呼ばれていたタイランド級ラプチャーよ。そんな、そんなものがどうして急に。海上ラプチャーが消えたのは効率が悪かったせいらしいわ。特にクラーケンは動力源のせいで
水中での活動が難しかったはずよ。体は大きいし、海で動力を見つけるのは大変だから。だから結局長い間海中に埋まっていたのよ。私もその可能性が高いと思うわ。近くにある小さな張力発電所から電気、おかしいの。細かいことは後。指揮官、タイラント級の会場、幸い。待つのじゃ、信号が止まったぞ。戦闘開始。リロード。ついに脱出よ。こんなんが近所のおままごとちゃう？信号はここで止まったよう。ここは陸地につながってる道の方よね。こっちにクラーケンがいるの？道と信号の間、静かに移動。ラジャフェルム。ええ、足手まといにはならないから安心して。何の反…よかった。油断は禁物よ。おっし、みんな止まって。下がって。信号は動いておらん。本体は遠くにいて、足だけこちらを狙っているようじゃな。めっちゃ長い足やな。みんな、しばらくここで待機してて。一人で行ってくるから。危険でも、それなら怪我をしている私。なんでそうなるの？誰かが取り残されるとしたら、元気な人よりも怪我に。それにこれくらいはさせて。勝手にして。医者として引き止められ。でも危険。わかったわ、心配してくれてありがとう。ここまでは警告だ。さらに進んだ。大変よ、閉じ込められたみたい。やっぱり中間地点から一歩進むと、そこからさらに一歩進む。触手が大きすぎて避けながら。そう、めちゃくちゃ。でも理解できない、なぜ私たちを。1週間、すでに1日経過したので、5日から6日後に。食料も問題で、そこまで長居するつもりはなく。うちらにはリタ、この間見た。この道がダメなら。お、そうね。私のことをこき使いすぎじゃん。いいえ、当時とは状況が。その船がどれくらい丈夫だったか。移動中にクラーケンに攻撃され。それは今の状況。でもクラーケンがずっとあそこにいたら、それこのままだと一生。不吉なこと言う。指揮官、ひとまず脱出するためにも。
きます。探しに行きましょう。あそこまで行かなきゃいけないの？幸運を探しに行きましょう。移動する。幸運を探しに行きましょう。あそこまで行かなきゃいけないの？あちらに行ってみましょうか。あそこまで行かなきゃいけないの？移動する。あそこまで行かなきゃいけないの？移動する。はーい、今行きます。ここにはボトルキャップあるかな？もう少し準備して。装填が必要だ。火を加減。さ、ついに脱出よ。口を全部爆発させるよ。任務完了。おそらくエブラ粒子の濃度は変わっていないので。こんな夜更け。クラーケン。嫌な師匠の。そう信じるし。ひとまず二つあるわ。一つ目は暗、二つ目は海の道が。どちらにせよその通りね。順番に根津の番をしな。今は暗くて。じゃあ疲れている人や体力。じゃあヘルム。足首も結構。手当ても受けたし気にしないで。こっちだって。でもそれでも安だって。どうして、どうしてヘルムが阻止。クラーケンについてはさっき教え。足の内側が。他はないわ。じゃあみんなも変な言い訳しな。どうしてあなた。アトマイヤー号が。私が一番に気づ。アトマイヤー号がめちゃくちゃな話しても。いいえ、海にクラーケンが現れたんだから可能。
ヘルム、キャプテンごっこをしながら無理してほしくないのよ。ここにはみんながいる。その通り。若いもんがちょっと頼りな。あんたが犠牲。先にすこ警備をお願いし、そうこなく私に任す。私はじゃあ私うちもいし。プリム、あなた、はあ、また一日中ね。指揮官もゆっくりや。何が起きる。うん、信号これをよ。おかしいわ。え、何？シンプルに普通ラプチャーならどうしてあそこ。ダメだわ。やっぱりもちろん一晩中メアリーに手万全。どうして確認したい。クラーケンの目がちょっと確認して言ってもいいか。私たちの子海では穴。それにだから、ええ、行ってくるわ。ありえない。触手でクラーケンは本気で私たちを。この状態ならアドマイヤー号。急にどうし、こんな早朝に呼ぶほどの急用。そうだ、時間がないからパイラント級の海に。ま、該当ラプチャーのクラーケンが、さらに通信もつな、要するにだからアドマイヤー。クラーケンは海上ラプチャーが復活するのか。それはな、たった一機しか出現していない。ただし。そうか、私は賛成だ。エリシオンの二機が活躍するならば。それにでは、君の意見はどう。当然さ、何か起きたら。だからどうか。では満場。そのようだ、分かった。会議の結果による出撃準備。そうだな。それはアークにはイージス部隊の、くー、マイクー。